マルコーレ。どうもドサンコエンタメっ子マルコです。本日はアパホテル&リゾート札幌に来てます。久しぶりに何にもないお休みがありましたので、急遽、ちょっとお風呂入りたいなと思って大浴場があるこちらのホテルを選びました。はい、札幌市内にあるこちらのホテルなんですけれども、普通のアパホテルとは違って、一応アパホテル&リゾートっていうことで本当にすっごくでっかいし、お部屋もめちゃくちゃ広いし、大浴場もめちゃくちゃ広いんですよ。そしてお値段がね、なんと1人3700円。ついこの間まで東京出張で東京のアパホテルに連泊してたんですけど、東京のアパホテルって高いですね。でもここはこの広さでもう倍以上、3倍ぐらいある広さ、もっとあるかな、もっとある広さでお値段がもう半分以下、素晴らしい。で、朝食もねプラス2000円でつけれたんですけど、私はつけませんでした。でもやっぱ何がいいって、やっぱりね、温泉じゃないわ、温泉ではないけれども、何がいいってやっぱり大浴場ですよ。もうすっごいいっぱいあって、サウナもね2種類ついてたりとか、私サウナがちょっと苦手で、だけど私でも入れるぐらいの低温のサウナもあったりとか、あと露天風呂も3個ぐらいあって、で寝る露天風呂があったりとかで、偶数日と奇数日で男女の入れ替えがあるんですよ。だから夜に入ってまた朝に入ったら2種類どっちも入れるっていう感じで、もう素晴らしい。で、初めて1秒チェックインってやつもやってみたし、すごくいいですね。並ばなくてもよくて、すぐパッパってできてカード取るだけみたいな。で、ついこの間その東京出張の時にアパホテルのアプリに登録したんですけど、現金キャッシュバックっていうのがね、システムがあるんですよ。私知らなかったんですけど、本当にもうこの今月だけでもう結構なポイント貯まって、もう今回のホテルタダで泊まったみたいなもんになるんですよね。めちゃくちゃすごい。アパホテルいいですね。お水もつけてくれるし、これはもうビジネスホテル以上のホテルでした。特にここのリゾート、アパホテル&リゾートはねめちゃくちゃおすすめです。なんか本当ちょっと前までは札幌市内に住んでるのにわざわざ札幌市内のホテルに泊まるなんてことなかったんですけれども、コロナ禍になって旅行支援とかが始まってね、で旅行支援を使ってたまに泊まってたんですけど、今回は全然旅行支援とかもやってないんですけど、割とお安くさ、非日常の空間にいられて、お風呂入り放題で広いベッドで寝れてね、すごくいいなと思って、それでこの価格3700円でこんなねリッチな休日が、ホカンスっていうんですか、今時の言葉で言うとホカンスできるんだったら、ね、ぜひぜひ皆さんもやってほしいなと思った次第でございます。とってもおすすめです。札幌市南区にあるアパ&ホテル、間違った、アパホテル&リゾート、駐車場も無料です。これもめちゃくちゃ嬉しいですよね。やっぱり札幌市内のね、ホテルってやっぱ公共交通機関で来てください的な感じだから、車止めるってなったら車駐車場代で1000円以上取られてあったりとかするんですけど、ここは無料で止められますので、車で来る方ぜひおすすめです。ぜひアパホテル&リゾート札幌、皆さんも遊びに来てみてください。マルコー